一般店舗で原町北、長野店山崎デイリーストア三本町店、駅構内の出店例駅舎への出店例、デイリー山崎は、山崎製パン株式会社の社内カンパニーである、デイリー山崎事業統括本部が運営する、コンビニエンスストア。2013年6月30日までは、山崎製パン株式会社の子会社であった、株式会社デイリー山崎が運営していた。 翌日付で山崎製パンに吸収合併され、同社の社内カンパニーであるデイリー山崎事業統括本部に移行した。なお、本校では山崎製パンがフランチャイズ展開するコンビニエンスストア業態のニュー山崎デイリーストアについても解説する。山崎製パン株式会社は1977年5月にコンビニエンスストアサンエブリーの店舗展開を開始し、 同年12月に完全子会社の株式会社サンエブリーを設立した。これとは別に山崎製パン株式会社の営業部門の事業として1978年5月に山崎デイリーストアの店舗展開を開始し、1980年9月には同社営業部門内にデイリー事業部を設置した。同じグループ内の重複する事業であったため、 1982年1月、株式会社サンエブリーに、山崎製、パン株式会社のデイリー事業部を統合した上で、称号を変更して、株式会社、サンショップ山崎とした。約20年間、サンエブリーと山崎デイリーストアの2つのブランドが、並存していたが、1999年1月に、新しく、デイリー山崎というブランドに統合して、 店舗展開を開始し、同時に会社の称号も株式会社デイリー山崎に変更している。2013年7月、山崎製パン株式会社が同社を九州合併したことにより、以降あたりコンビニチェーンの運営は、山崎製パン株式会社内の社内カンパニーであるデイリー山崎事業統括本部が担っている。なお、秋田県と青森県のみ、山崎製パンと 業務提携する製パン会社内のデイリー事業部によって運営されている。旧来からの山崎デイリーストアとサンエブリーから順次デイリー山崎に切り替わったが、小規模な店舗の中にはフランチャイズを終了して独立店舗となったり、営業時間や店舗面積、機能等の制約が少ない山崎デイリーストアに留まったり、さらに店舗運営の独立性の高く、 かつ制約が少ない山崎ショップ及び店舗管理システムの導入など、コンビニエンスストア機能の一部を付加した山崎スペシャルパートナーショップに転換する例も見られる。元来が個人経営のパン屋や酒屋からの転換が加盟店に多く含まれているため、店舗運営に対してはオーナーの自主性を尊重する方針であり、他の大手コンビニエンスストアと比べ本部の締め付けが緩やかなのが特徴である。 しかしこの方針のため、かつては店舗によってサービス水準、商品展開のばらつきが激しくなるというデメリットもあった。現在ではサービス面での改善が進んでいる。また、大手のコンビニとしては珍しく、消費期限が近い食品を値引き販売することがある。なお、前述の2013年の九州合併を機に、デイリー山崎と山崎ショップの中間形態として、 ニューヤマザキデイリーストアという新たな業態ブランドを設定、デイリーヤマザキに移行しなかったヤマザキデイリーストアも順次こちらに移行している。このブランドはコンビニエンスストアの機能を有しながらも店舗運営への負担も減らした深夜営業しない若干小規模の店舗形態である。大学内、病院内など24時間営業を要しない施設内店舗、 深夜営業での収益の見込みが少ないシニア層を重点にした店舗が多い。これによって山崎製パンのコンビニ形態のブランドはデイリー山崎とサテライト店舗形式のニュー山崎デイリーストア山崎ショップを含むの3ブランド体制となった。総店舗数は1493店で業界5位、内デイリー山崎1131店。 ニューヤマザキデイリーストア337店、ヤマザキデイリーストア25店である。2019年9月時点で、北海道、福井県、鳥取県、高知県、鹿児島県、沖縄県には店舗がない。ただし、三重県は鈴鹿市と亀山市に1店舗ずつの計2店舗、富山県は富山市に3店舗、高岡市と氷見市に1店舗ずつの計5店舗、 滋賀県は、大津市と米原市に1店舗ずつの計2店舗。島根県は、大南町に1店舗。山口県は、岩国市に3店舗と山口市に2店舗、富根市に1店舗の計6店舗。徳島県は、吉野川市に1店舗。愛媛県は、松山市と今治市と伊予市と西条市に1店舗ずつの計4店舗。宮崎県は、高千穂町に1店舗出店。 山崎製パンの本社のある東京都千代田区岩本町周辺は交差点ごとにデイリー山崎があるほど店舗が密集しているが一例として山形県の内陸地方や岩手県の三陸地方福島県の県北地方の大部分石川県の能登地方は全く出店していないなど同一県内の出店密度でかなりのばらつきがある地域もあるただし以上に挙げた デイリー山崎としての出店がない道県においても、沖縄県を除き、事実上のサテライト店舗である、山崎ショップは出店している。なお、店舗がない地域でも CM が放映されることはあった。クレジットカード、プリペイドカード、電子マネーといった、現金以外の支払い方法への対応は遅れていた。しかし2007年7月以降、JR 東日本のスイ利用可能エリアの店舗に、 スイカの導入を拡大することが決定し、後には三井住友カードの協力で ID、スイカの共用端末を2008年7月以降、全店舗への導入が進められている。なお、北陸、関西、中国、四国地区の店舗では ID と JR 西日本の愛国家電子マネーとの共用端末としての導入が進められている。他に大阪市内の一部店舗では、 ピタパの利用が可能である。2010年8月5日より、福岡、佐賀、長崎、大分、熊本の各県にある、デイリー山崎の店舗において、JR 九州の守護課電子マネーが順次導入されている。また、同年8月上旬より、愛知、岐阜、静岡、滋賀の各県内の全店舗、および、 長野県内の一部店舗に JR 東海のとか電子マネーが順次導入されている。なお北海道には出店していないためキーとかへの直接加盟はない。和音が一部店舗で利用可能である。ただしチャージは不可。クレジットカードは全種類とも2013年7月1日より利用可能となりクイスプも2013年7月20日より利用可能となった。 2010年4月7日より全国の店舗に楽天エディが順次導入されている。サービス開始から1年半以上が経過しても未だに IC 読み取り機が設置されていない店舗があり、他社のように全店一斉開始しないようである。ちなみに IC 読み取り機がない店舗でも支払い時にレジ液晶画面にエディチャージできることのお知らせが出ている。 QR バーコード決済での支払いは長らく対応していなかったが、2020年2月28日から、楽天ペイとペイペイ、同年3月23日から、ラインペイとメルペイ、同年9月24日から D ハライト、au ペイの取扱いを導入している。他のコンビニエンスストアの大半で2019年10月1日より2020年6月30日まで実施された。 キャッシュレス即時還元は実施されなかった。楽天エディのみ後日還元されたが、交通系電子マネー、ID、クイスプ、クレジットカード及び一部店舗にて取扱いのピタッパワオン、途中から導入したペイペ楽天ペイ、ラインペメルペイでは全く還元が受けられなかった。なお、楽天ポイント役営カードの利用はもともと国の基準により、制度の対象とならず、 ポプラやファミリーマートなどでも適用されなかった。2020年4月1日からはプリペイドカードのクエカードにも対応した。コンビニ ATM の設置状況についても同様で、店舗によっていいネット、ゆうちょ銀行で厳密な意味でのコンビニ ATM ではないとバラバラであり、地域によっては他の金融機関の ATM を設置している店舗もある。また、 ゆうちょ銀行 ATM を E ネット ATM、または東京スター銀行 ATM に置き換えた店舗、東京スター銀行 ATM をゆうちょ銀行 ATM に置き換えた店舗や、ゆうちょ銀行 ATM を撤去した店舗もある。デイリー山崎伊豆長岡店と一部、ニュー山崎デイリーストアには、タウンネットワークサービス ATM を設置している。かつては東京スター銀行 ATM、 申請デイリーバンク ATM を設置している店舗もあった。宅配便については、日本通運が集荷を受託する形で、ベリカン便ンとユーパックのデュアル対応を行っていたが、両サービスの統合を見据えた措置として、2009年4月からはユーパックに一本化されていた。しかし、2010年7月14日に、ヤマト運輸との間で、取扱い店業務委託契約締結。 同年9月1日から、U-PAC に変えて、宅急便の取扱いサービスを開始することとなった。なお、U-PAC の取扱いが終了することから店内に設置してあった郵便ポストについても撤去されている。このほか、デイリー山崎店内で流れるインフォメーションの声は、声優、富澤道江が務めている。山崎製パンが毎年展開している、春のパン祭りの 点数シールが添付される対象商品としてデイリーヤマザキではパンの他に2015年からヤマザキベストセレクション名義で販売しているプライベートブランド商品も追加されている。独自のシステムサービスとしてデイリーホットが導入されている。これは店内でパン、弁当、総菜を店員が作って販売するシステムである。一部店舗は除く。 大手コンビニとしては珍しく、ポイントカードを導入していなかったが、2018年9月14日と同28日とに分けて、順次、楽天ポイントカードが、デイリー山崎非出店の同県を除いて、全国導入された。楽天ポイントカード導入に伴い、山崎春のパン祭り、山崎秋のパン祭りにちなんで、楽天ポイントのキャンペーンを行う。 秋の楽天ポイントカード祭り等も行われている。平塚パーキングエリア下り線に設置された、平塚 PA 店玉名パーキングエリア下り線に、設置された D スペース玉名パーキングエリア、下り線店高速道路、一般有料道路上の店舗では飲酒運転防止のため、種類は販売されていない。また、あパーキングエリアを除くすべての店舗に、 ATM が設置されており、山屋パーキングエリア下り線、あずさ川 SAA、辰野 PA 駒形 s a 城上花 SA は、ゆうちょ銀行 ATM、山屋パーキングエリア上り線、その他の SAPA は、いいねっと ATM となっている。第三者出店広報資料、プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。